難しい問題と、こういうものが出てきたら解説を読みましょうと。わからない問題に出会ったら問題集とかワーク、ドリル、この解説の部分をしっかり読んでみてください。で、読んでみて自分がどの部分で疲れているのか、つまずいているのか、それを見つけましょう。それが見つかったらその部分について具体的に先生に説明するように、説明してくださいとお願いするといいと思います。これなぜいいかというと、自分がどの部分で問題が解けていないか、これがはっきり明確になると。そうすると記憶に残りやすいんですよね。で、質問も絞った部分で質問しているので、自分がわからないところを理解しやすい、こういうこともあります。